日東リュースターの躍動に子供たちも大興奮だ。現地時間8月22日、ロサンゼルスエンジェルスの大谷翔平は、米ペンシルベニア州ウィリアムズポートでのクリーブランドインディアンス戦に1番 DH で先発出場。リトルリーグクラシックとして行われたこの試合で、 チームは0対3で敗退したものの、大谷翔平は2打数1安打291盗塁と見せ場を作った。初回の第1打席では、インディアンス先発のカルクオントリルから2塁手のグラブを弾く通列なヒットで出塁すると、今季19個目の盗塁にも成功。MLB 公式サイトによると、 リトルリーガーたちを熱狂させたこの活躍に、エンジェルスを率いる名称が賞賛の言葉を送っている。ジョー・マッドン監督は敗戦後、大谷翔平のプレイぶりについて、いくつか本当にいい打席があったと語ると、私たちはヒットエンドランを決め、彼、大谷翔平は、盗塁を成功させた。 私たちは仕掛けていたが、相手の投手陣はそれをうまく乗り切っていたと試合内容を解雇。さらに、子供たちから受けた温かい出迎えを次のように振り返った。これは素晴らしいことだ。子供たちは夢中になっていた。彼らはサンダースティックを持っていて、試合の前には、 楽しそうにしていた。サインや写真を求めてきたり、私はそういうのが大好きだ。子供たちがこれだけ熱心で、ここにいることを楽しんでいるのを見ると、すごく特別な気持ちになるよこれで、同一カード3連敗となった、エンジェルス。プレイオフ進出の望みが厳しくなっている中、 今後どのようなパフォーマンスを見せるのだろうか。その戦いぶりに注目だ。現役最強トラウトが大谷翔平に最も驚かされた日、私が言ったことをその通りやった7月3日のオリオールズ戦。大谷翔平はトラウトの助言直後に2打席連続本類だ右ふくらはぎを痛めて、 戦線離脱しているエンゼルスのマイク・トラウト外野手は22日、日本時間23日。リトルリーグクラシックとして、米ペンシルベニア州、ウィリアムズポートで行われたインディアンス戦の番組企画で、試合中に取材に応じ、大谷翔平投手に言及。二刀流右腕に最も驚かされた日を明かした。 大リーグ公式ツイッターが伝えている。トラウトは、この男、大谷翔平が今年していることで最もアメージングなことは、最もオーマイガーと思ったような瞬間は、と問われ、次のように答えている。どの試合か忘れたけど、彼が2本ホームランを打った時だ。1打席目はインハイに詰まっていた。 だから、彼にこんなことを言ったんだ。インハイに来たら、ライトスタンドに打ち込め。オフスピードの球が真ん中低めに来たら、センターに。シンカーが外角低めに来たら、レフトのブルペンに放り込めと。7月2日、日本時間3日に、本拠地で行われたオリオールズ戦のようだ。大谷翔平はこの日。 1> 第1打席で2比に倒れた後。第2打席で、フォーシームを、右越え29号ソロ。第3打席でシンカーを捉えて、左越え30号にランを放っている。そうしたら次の打席で、インハイの速球をライトへ打って、ホームランにした。そして8回、実際には4回には98マイルくらいのシンカー。 実際には96マイルをブルペンに打ち込んだんだ。それが私が見た中で最もアメージングだったことだよ。要するに、私が言ったことをその通りにやったんだ。本当に驚くべきだよ。彼はスペシャルだ。スイングも信じられない。MVPO 3度受賞し、通算310本類打を誇る。 メジャー最強スラッガーも息を飲んだ2発だったようだ。大谷翔平に野球少年が大熱狂、選手紹介にリトルリーグ時代の写真が使われた。画像あり、メジャーリーグエンゼルスの大谷翔平が快進撃を続けている。日本時間8月19日に行われた大タ体イタイガース戦は1番投手で出場し、 メジャートップとなる40号ホームランを放った。そんな大谷翔平が日本時間23日から始まったリトルリーグクラシックで試合に招待された子供たちとの交流を楽しんだ。球団公式ツイッターでは選手から子供たちに向けたメッセージビデオが公開された。この中で大谷翔平はこんにちは。 大谷翔平です。スイタクリトルリーグ出身。好きな選手は一郎選手で。好きな食べ物はチョコレートですと笑顔で語る。球団候補は、選手たちの少年時代の写真とともに、エンゼルスの選手たちを紹介。大谷翔平は、 スイタクリトルリーグ時代に投球モーションを撮っている一枚が採用された。ネットではみんな可愛いけど、大谷翔平が一番キュートね、などと、好評だ。この日のエンゼルスは、インディアンスに完封負け。今季19個目の盗塁を決めた大谷翔平の顔も曇りがちだったが、 リトルリーグの子供たちは、大谷翔平との写真撮影やサインをもらって大興奮だった。MLB 公式サイトは、大谷翔平についてこう伝えている。インディアンスのヘール監督は、自軍のベンチ側で子供たちが大谷翔平に熱烈なコールを送る様子が気になったようだ。ヘール監督は、 我々を応援してくれると思ったのにと明かしている大谷翔平の活躍は子供たちにとって眩しすぎたようだ次のオーディオビデオでお会いしましょう